こんにちは。統計スリ研究所の南と申します。今日はビッグデータとプライバシー法というテーマでお話しさせていただきます。まず最初に簡単に自己紹介させていただきます。私は、上にあります、統計スリ研究所。こちらに、2012年から、勤務しております。こちらは国立の研究所で、私は下にあるその情報セキュリティ、特にプライバシー保護の研究をやっております。こちらが本部なんですが、それと合わせて、中央大学の方でも兼任講師として、データサイエンス、それから入門 ICT 演習という2つの、講座を担当しています。その前は、別の国立の研究所、そしてその前は、アメリカの大学で研究員、それから博士課程を取っております。で、その前は民間の日本 IBM で働いておりました。で、本日の内容ですが、私のテーマがプライバシー保護なので、それにまつわる話をしたいと思います。最初に、現在非常に注目を集めているビッグデータの利活用、まあ、それがどういうふうに期待されているかというお話をしまして、次にその利活用のためには、プライバシー保護の課題を、解く必要があるという課題の問題提起をします。で、その課題を解くための、有力な手段とみなされている匿名化技術。私もこの匿名化技術の研究を行っているんですが、その研究分野のご紹介を簡単にしたいと思います。最初にビッグデータの話ですが、ビッグデータは非常にバズワードというか、いろんなところで使われている言葉となっていますが、要はデジタルのデータが膨大に収集、蓄積されているという現象です。で、背景としましては、我々が携帯端末、モバイル端末を持ち、それがインターネットにつながることによって、我々のその普段通りの行動が自然にですね、デジタルのデータとして蓄積されるようになっています。例としましては、我々がオンラインで購買する、もう購買の履歴、どういう商品をいつ買ったか。それから、皆さん、ウェブのページ、毎日見られていると思いますが、どういうページを見ているか、そういったウェブの閲覧履歴。そして、非常に SNS が普及してまいりましたが、SNS でのその情報発信、そういったデータが非常に莫大に蓄積されているということです。で、データの構図のその一例としましては、SNS で一番大きなその Facebook ですと、現在、まあ今年度ですね、ちょっと情報は古いかもしれませんが、約27億人のアカウントがあります。そして、毎日3.5億枚の写真がアップロードされているという莫大な量ですね。で、日本で非常に人気のある Twitter、ショートメッセージの SNS の場合ですと、1日に5億ツイート、トランプ大統領も使われてますが、それが5億ツイート生成されている。さらにその動画の YouTube の方ですと、視聴時間は莫大なんですが、こちらは動画をどれぐらいアップロードされているかっていうデータですが、500時間の動画が毎分アップロードされている。これをイメージするのは非常に難しいですが、要は膨大な量のデジタルデータがインターネットのどこかのサーバーに蓄積されているということです。で、この現象を2つの軸で見ますと、データ量、そのボリュームですね。それからそのデータが蓄積される頻度、その2つの軸、両方取ってみても、急速に増大しまして、その結果として近年このビッグデータというものが出来上がってきているという状況です。そしてビッグデータがどうして注目されているかということなんですが、このようなビッグデータを分析によるその成功事例が近年非常に多く報告されているということがあります。こちらはほんのその一例ですが、有名なものをご紹介します。一つ目は、スーパーの買い物をする
購買の履歴ですね。それを分析することで面白い知見が得られる。一つは、例えばビールとおむつを同時に買う人が多い。で、この二つの関係っていうのは明らかではないと思うんですが、これはまあアメリカの話なんですが、要はそのおむつを買ってこいと頼まれる、父親がスーパーに行った時におむつを買ったついでに、ビールも買うと、まあ自分へのご褒美なんでしょうか。そういうふうなことで、この二つを一緒に買うということが発見されました。となると、この二つを店舗の同じ場所に置いとけば、その売り上げが上がるというようなこと、そういうその行動が取れるということになります。で、もう一つの、こちらもアメリカの例だと思いますが、ハリケーンが近づいてくると、ポックタルトという、こちらのお菓子が非常によく売れるそうです。これがなぜかというその理由はわからないんですが、現象としましては、ハリケーンが来ると、ポップタルトが売れるので、そういう天気予報が出た時は、ポップタルトを多めに置けば、その売り上げの増大につながるというようなことが言われています。二つ目は、選挙予測へのデータ分析の活用で、こちらは、前々回の2012年のオバマ大統領が大統領選に勝った時のデータ活用がその有名な事例です。オバマ大統領の陣営はデータを活用しまして、どういう広告のメディアに、どの時間にその広告を流すと効果的に自分の支持者へ影響力を伝えられるか。また、実際はその投票率ということは非常に重要なんですが、その投票率を各グループごとに予測するためのデータ活用に非常に有効に使われたと。まあ、それが勝因となって、オバマ大統領が大統領になることができたということが言われています。3番目は、こちらも有名な例ですが、ツイッターのツイートで、いろんな人がその映画の感想などをつぶやきます。そういったそのつぶやきの感想の情報を分析することによって、映画興行のその収入を予測することができる。また最後は犯罪捜査。こちらは今現在ですね、デジタルの顔認識、顔画像を見て、その個人を識別する技術が非常に発達しています。なので、監視カメラで、蓄積された膨大なその動画の情報から、個人の顔を識別することによって、犯罪捜査に役立てるといったことが可能になっています。まあ、こういったその事例はほんの一部なんですが、こういった成功事例が多く出てくることによって、現在ではデータは21世紀の石油というふうに呼ばれるようになっています。こういう成功事例がどんどん出てくるとですね、蓄積したデータをさらに利活用したいというその期待が出てきます。つまり、現状ではですね、モバイル端末を持つユーザーから、その属性情報や行動履歴が、企業や組織のサーバーに、どんどんと蓄積されています。で、こちらは当然ですね、その企業の中でこれまで活用されてきたわけですけれども、当然、その各組織というのは十分なそのデータ分析のリソースを持っているとは限りません。なので、理想的なのはデータ分析の専門家にそのデータをさらに渡して、いろいろ利活用してもらうというのが、データの価値の創出には非常に望ましい状況と言えます。さらに言いますと、一つのデータのそのデータベースではなくて、いろいろな組織のデータを組み合わせることによって、ユーザーのその非常に多面的な情報を取ることができますので、そういったデータを組み合わせることによって、さらに面白い分析ができるということが言えるかと思います。ただし、現状ではですね、壁があります。組織の壁がありまして、基本的にはこの各データというのは個人情報を含みますので、組織の壁を越えて自由にその流通させるということはできません。で、大きな理由は、プライバシー侵害の懸念です。こういった
その個人の行動履歴というのは、プライバシーの問題に非常に緊密に結びついていますので、自由にそのデータを流通させることができないというのが現状となっています。つまりそのビッグデータのその価値を生かしきるためには、データの流通が望ましいんですが、プライバシーの問題がその大きな障害となっているということです。この問題を解決する、その有力なその手法として、匿名化技術というものが考えられています。で、私もこの匿名化技術の分野で研究を行っています。匿名化技術によるその安全なデータの二次利用ということなんですが、こういう枠組みになります。大きくは、個人からデータを集めるデータ収集のフェーズ、それからそのデータを匿名加工して公開するデータ公開のフェーズ。で、データを蓄積するところまでは、先ほどのスライドと変わりません。個人の、鈴木さん、山田さんといったその個人から個人情報を含む生データを集積して、それがある企業または組織のデータベースに保管されます。で、違うのはこの後なんですが、それを不特定のデータ利用者に公開したいと。ただし、そのままでは公開できませんので、匿名加工というその個人が識別されないような状態にデータを加工した後に公開するということを行います。当然、こちらのデータは不特定のデータ利用者に公開しますので、中には悪意の攻撃者が混じっているかもしれません。そういった攻撃者から見ても、匿名化データからその個人の機密情報、それが類推できないように安全性を担保するというのが匿名化技術の課題となります。実際にですね、この匿名化データによるそのデータの流通ということに、法的な道筋も、ついてきました。平成29年5月に個人情報保護法が改正されまして、その中でいくつかポイントがあるんですが、重要なのは、この上の2つのポイントになりまして、1つ目は個人情報の定義の明確化ということで、こちらは個人情報をより厳しく管理していこうという方向性です。つまり、今までは個人情報、識別情報というと、名前といった情報が該当していたわけですが、現在そのいろんな情報がデジタル化されていまして、例えば顔の画像、そういったですね、身体的特徴も当然個人を識別する情報ですので、そういった個人情報の範囲を広げて、そういった生体情報も含むようにしています。で、もう一つが、こちらが匿名加工にその関係する部分ですが、こちらですね。要は、今までは収集した情報は利用目的外のために、その第三者に渡すためには、データを提供してくれた方々にその同意を取る必要がありました。で、今回の改正でデータを適切に匿名加工情報に変換することによって、この場合は、ユーザーの同意を取ることなく第三者に提供することができるという法的な道筋が示されました。ということで、先ほどの、利活用の枠組みですね、そういったものはその法的な裏付けも整備されつつあるという状況です。では、実際にどういうふうに匿名化するということなんですが、皆さんは匿名化データというとどういうことを想像されるでしょうか。まず想像されるのは、データの中から個人を特定するような名前といった識別子の情報を削除すればいいんではないかということを考えられるかと思います。しかし、残念ながら、そういった個人の特定する識別子情報を削除するだけでは、安全性が担保されません。その理由としましては、個々の情報は個人を特定しなくても、複数組み合わせることで個人を特定するような属性の組み合わせが存在するからです。こういうことが実際に起きるということが過去の事例で示されていまして、一番古い有名な事例としましては、マサチューセッツ州の職員の医療データ、こちらを匿名化して公開したところですね。その当時のマサチューセッツ州の州知事さんの病名が判明してしまった。つまり、匿名化データからその州知事さんが識別されてしまったということが起きました。もう一つ、さらにだいぶ、年月は経ちますが、2006年の AOL
アメリカンオンラインというですね、昔パソコン通信で有名だったサービスが、こちらが検索のログを公開しました。これは研究目的で使う方のために公開したんですが、当然その名前といった識別情報は消しているんですが、その結果ですね、ジョージア州に住む60代の女性が特定されてしまいまして、こちらの方はそのメディアのニュースでもその実名が出たりしていました。あとの2つは、実際のその漏洩が起きたという事件ではないんですが、匿名化データのその危険性が指摘されたことによって、その取り組みを途中でやめるということが起きました。ネットフリックス最近そのオンラインのビデオで有名ですが、この当時はまだ DVD のそのディスクの郵送サービスをやってまして、その時の、映画のですね、レーティングの情報を公開したんですが、それが非常に危険性がある。で、最後の JR スイカの事例ですが、こちらは JR スイカの乗車履歴を日立に提供しようということを考えたんですが、やはりそのプライバシーへの懸念から、その売買が、中断してしまうという事件が起きました。ということで、今の話を整理しますと、例えばこの例にありますような基本データがあるとします。属性としまして、名前、職種、性別、年齢、病名が入っている。まあ、医療データだとします。これを識別し削除するとしますと、一番左の名前が識別しですから、これを取り除けば匿名化データでしょうとなるんですが、まあ、このデータだけ見れば、名前と紐付ける情報はないので、安全と判断されるかもしれません。しかし、実際この今のインターネットですね、いろんなデータが流通している状態ですと、外部にですね、いろんな利用可能なデータがあります。外部知識として使える。例えばこの例ですと、投票者リストという情報がありまして、氏名、職種、性別、年齢が入っているとしましょう。で、もし攻撃者がこちらの右側の投票者リストを入手したとしますと、左の医療データとこちらの投票者リストで共通する属性が3つあります。職種、性別、年齢ですね。で、この3つの情報の値を比較することによって、レコードリンク攻撃と言いまして、同じ情報の組を持つレコードをマッチングすることができます。で、この場合、例えばこの道具さんという方が医療データにも入っているという知識があれば、当然この職種、性別、年齢で一致してますので、この道具さんの病名が HIV ということが判明してしまうということが起きます。このように、その外部知識が現在いろいろ利用可能ですので、そういったことを考慮した上で安全性を評価する必要があるということになります。で、これが実際その1997年のマサチューセッツ州で起きた事件なんですけれども、この場合は医療データを匿名化して公開しました。名前とかですね、アメリカの場合でソーシャルセキュリティナンバーというその ID があるんですが、そういったものは当然削除しているんですが、アメリカの場合ですね、投票者リストというですね、その投票できる人のリストがですね、有料で5ドルとかそういった値段だったかと思うんですが、購入することができます。どなたでも。で、この2つのデータセットを比較するとですね、その中に共通する属性が3つありました。生年月日、性別、郵便番号。で、その当時のマサチューセッツ州の人口は5万人ぐらいだったと思うんですが、生年月日を 見ると、生年月日だけで12%の人が1位に識別されると。さらに、性別も組み合わせると約3割。生年月日と郵便番号の5桁で7割。生年月日と郵便番号全桁を使うと97%の人がユニークに識別されるということが判明しました。まあ、こういうことがありまして、当時の州知事さんの病名が判明してしまうということです。まあ、この問題を受けて、提案されたのが、現在のその匿名化の主流の考え方となっている、軽匿名化という安全性指標です。
こちらの考え方なんですが、今こちらにですね、個人の属性のレコードがあるとします。K 特命課ではその属性を3つのグループに分類します。1つ目が識別子。これは名前とか ID なので、これはもう絶対削除しないといけない。で、こちらの右側の機密属性。これは、例えば個人の年収ですとか、病名、そういった非常にプライバシーに関する機密情報を、分類するものです。で、最後に真ん中に、準識別子というですね、聞き慣れない言葉がありますが、こちらはですね、他の公開されたデータセットに現れる可能性がある属性のことを言います。つまり、性別ですとか、その先ほどの郵便番号、そういったものは、このデータにもあるけれども、他のデータにも含まれている可能性がある。そういった情報を、準識別子と言います。で、K 特命課の考え方としましては、必ず同一の準識別子の値を取るレコードを、K 個以上作成し、レコード識別を K 個未満に絞り込ませないということを行います。まあ、準識別子にいろいろ値が、複数の属性があるんですが、その組み合わせを見たときに、必ず同じ組み合わせの値を取るものが K 個以上なければいけない。まあ、そうなるようにデータ加工をするというのが、K 特命課の考え方です。まあ、その組み合わせを K 個以上のレコード存在するように保証する方法としては、一般にそのデータの値を粗くする一般化という処理を行います。で、こちらの例でもう一度 K 特命課の考え方をご説明しますが、左側が公開したいそのデータセットだとします。で、各レコードが並んでますが、この立ててみたこの部分が準識別子と言われる、属性が入っている部分だとします。で、外部にこの方は攻撃者としますが、この攻撃者は、ここに入っているユーザーの全ての準識別子の情報を知っているとします。これは非常に最悪のその場合を想定しています。もしこのような攻撃者がいた場合にですね、先ほど示したレコードリンク攻撃をしまして、準識別子の値が全て一致しているレコードをマッチングします。で、例えばこのレコードがマッチできたとしますと、これでレコード識別ということが行われます。このレコードが、まあ、例えば道具さんのレコードだというふうに、紐付けができるわけです。まあ、それ自体はまだいいんですが、その中に当然、機密情報が含まれています。そうしますと、その道具さんの機密情報、例えば病名 HIV、そういったことが推定できる。これを属性推定と言います。これができてしまうと、個人の機密情報が漏洩するということで、非常によろしくないということになります。この問題に対する対策としまして、K 特命課では、まず、複数のレコードをグルーピングしまして、各グループに K 個以上のレコードが入るように分割します。その後、次のステップとしまして、各グループの中で、レコードの値が、準識別子の値が同じ値を取るように一般化と呼ばれる処理を行います。この一般化という処理をしますと、このグループの中では、すべてのレコードが準識別子の値について同じ値を取ることになります。で、この状態で攻撃者が先ほどのレコードリンク攻撃をしますと、一つとレコードとマッチすると、当然そのレコードというのは同じグループのレコードすべてとマッチングすることになりますので、K 個以下にその候補を絞り込むことができない。だからこちらのですね、機密属性のどの値になるかということが分からずに安全性が担保できるという考え方です。で、こちらが3匿名化テーブルの例ですけれども、今まで私が K 匿名化で言ってたのは具体的にはある整数の値を取ります。この場合は K イコール3という値を選びました。このテーブルではですね、4つ属性ありまして、最初の職種、性別、年齢が準識別子、最後のディジーズとあるこの病名が機密属性です。で、この場合は、
最初の3つ、準識別子の情報を一般化しまして、同じ値を取るようにします。同じ値を取るような一般化処理をするにあたりましては、前もってドメイン一般化階層と呼ぶ、どういうふうにその情報を一般化するかというその階層を定義する必要があります。例えば、職種の場合ですと、エンジニアは一つ上のレベルですと、プロフェッショナルになりまして、まあ、さらに上だと、何でもあり、エニーとなります。こちらのダンサーですと、一つ上はアーティスト。で、その上がエニーと。で、性別は、まあ、二つしかその選択肢がありませんので、エニーと。年齢の場合ですと、個別の年齢をその区分で区切った、その、粗い区分でどんどんと一般化するということを行います。このような一般化処理をすることによって、この例ですと、上の3つのレコードが1つ目のグループ。プロフェッショナル、メール、年齢が35から40。下は、4つのレコードが含まれてますが、アーティスト、女性、30から35ということで、同じ値を取っています。こういった、同じその値を取るグループのことを等価クラスと呼びます。こういうことで、その K 特命化というのは、一番最初に紹介したレコードリンク攻撃を明確にその防止してくれる方法ですので、特命化のその手法として非常に主流となっています。ただし、これが万能かと言いますと、そうではなくて、いろいろな問題が指摘されています。一つ目の問題としましては、最初に K 特命化の場合は、識別子、準識別子、機密情報を3つに分類すると言いましたが、そのような分類が適切にできるかどうかっていうのは、それほど簡単な問題ではあります。例えば、こちらに、テーブルがありまして、職種、性別、年齢、収入、業名とあります。一般的にはおそらく最初の3つを準識別としまして、後の2つ、収入と業名、これが機密情報になるというふうに分けられるかと思います。ただし、こちらのような分類は、やはりですね、国によって変わりまして、例えばですね、私は以前、先ほど一番最初の自己紹介で簡単に説明しましたが、ある時、そのイリノイの州立大学で、勤務しておりました。その当時、イリノイ州の州立大学ではですね、州の職員ということで、基本的には、各州、職員の収入が、ウェブ上に公開されていました。こういうような状況ですと、4番目の、インカムですね、収入は、機密属性に分類するというよりは、高知の情報であるということで、準識別子として分類するのが適切になります。この分類を誤ってしまうと、例えばですね、この 550K というその収入の情報を入手した攻撃者が、この3つのレコードの中から真ん中のレコードを識別して、その方の病名がヒパタイタス、肝炎ですね、肝炎であるということを突き止めてしまうということが考えられます。これが一つ目の問題です。もう一つの大きな問題が、K 特命化しても必ずしも機密属性の保護になってないという場合がある。そういう場合の一例としまして、K 特命化のグループ内の機密属性に多様性がないと、機密属性が曲がってしまう。で、こちらが、その一つのグループだけ存在する3特命化テーブルの例ですが、3つとも同じ準識別子を取っています。しかし、最後の機密属性ですね。これの値が全部 HIB です。となると、どのレコードにマッチングされたか、この3つの中のどれかは気にせずに、どれであっても、このグループに属する人であれば、HIB ということが分かってしまう。というような、そのグループ推定ができてしまいます。このような問題が実際にその多く起きるということも実証的に分かっていますので、K 特命化は万能ではないということが言えるかと思います。まあ、こういうことがありまして、
いろいろとその後続する研究では、経営特命化のいろいろな問題点を解決するような取り組みが行われています。で、私も、そういった分野の研究を行っています。最後はですね、こちらは技術的な課題というよりは社会的な問題になるんですが、この経営特命化の話をすると必ず、出てくる疑問がですね、それではこの経営特命化のこの経の値をどう決めるべきかという話に行き着きます。一般にはですね、経の値を大きくすればするほど、データのそのグループが大きくなりますから、レコードの絞り込みの確率が低くなりまして、我々のプライバシーは安全となります。しかし、稽古のレコードの準識別の値を同じするためには、一般間処理をですね、非常に大胆に行う必要が起きまして、その場合は、元データの情報が著しく損失してしまうという、その質の劣化の問題が起きてしまいます。このように K の値を決めるということは、プライバシー保護とデータの利活用のトレードをどういうふうにすべきかということを決める問題かということが言えます。まあ、そういう意味では、技術的なその範疇を超えた大きな社会的な問題として取り扱う必要があるということが言えるかと思います。はい。では、その身近なその匿名化のご紹介の話でしたが、最後にまとめをしたいと思います。インターネットの普及により個人のデジタル化された大量の情報がビッグデータとして現在様々な組織、会社に集積されています。で、このビッグデータの価値を示す多くのデータ分析の事例が出現していまして、その結果、さらなる利活用、そのためのデータ流通が期待されています。ただし、ビッグデータには機微な個人情報が含まれていまして、安全な利活用には匿名化技術が必要となります。匿名化というのは一般にはプライバシー保護とデータの公用価値のトレードオフを取るという問題でありまして、そのために、法的な枠組みを含めた社会全体でのコンセンサスを形成することが重要になるかと思います。はい、以上で私の話は終わりにさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。